キャンディーと逆に。
せてほしいんだ。ぎこちなくたっていいさ、僕に聞かせておくれ。縁側に寝そべって子供の頃みたいにくれてゆく景色を見てた。優しい光の中で気にせずにキスをしたあの日みたいに、君の歌も聞かせてほしいんだ。ぎこちなくなって思い出は流れるから、どうしたって塗り替えられない。君の歌も聞かせてほしい。どうもありがとうございました。大人のエロさが大人のエロさが出てました。